オペラ、キシッパズマン、キシッパズマン作品441は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した全三幕のオペラであり、シュトラウス2世の手掛けた唯一のオペラである。1892年1月1日に、ウィーン宮廷歌劇場で上演された。1881年冬、リング劇場で大火災が発生し、約400名もの犠牲者が出た。当時ウィーンでは、 オペレッタの人気が低迷しつつあり、ウィーンの劇場史上最悪の惨事と言われた、この事故がさらにオペレッタ不信に拍車をかけた。安全性を確保できないオペレッタから離れていった、市民が代わりに目を向けたのは、上流階級のための娯楽であるオペラであった。しかし、当時一世を風靡していた、グランドオペラは、重厚長大さを売り物にしたオペラで、上演時間はむやみに長く、 オーケストラや合唱はひたすら重々もしい響きを奏でていた。それまで軽快なオペレッタに親しんでいた大多数の市民にとって、これは非常に退屈なものであった。中には客席に姿を見せた社交界の有名人を眺めるなどして過ごし、舞台を見ようともしない観客すらいた。この傾向を受けて、オペラ劇場の幹部は、とうとうヨハンシュトラウス二世に作曲依頼をするに、 至った。シュトラウスは、オペレッタよりも作曲に身長を期し、3年にもわたる作曲遂行期間をかけてこの仕事に取り組んだ。こうして完成したのが、オペラ、キシパズマンである。このオペラは、1892年1月1日に、ウィーン宮廷歌劇場で初演されることとなった。物語のギがハンガリー国王が、家臣のキシパズマンの領地に狩りに出かけ、その居場に、 しばらく滞在する。その間に王は彼の美しい妻に惹かれてしまい、騎士の留守中に彼女に言い寄って、額にキスをする。この様子を騎士の従者が見ており、王が去った後で従者は騎士に密告した。怒った騎士は復讐しようと王を追い、裁判官に訴える。裁判官は騎士が王妃の額に接吻するよう判決を下したが、 その時王が現れて不埒チな奴と抗議する。それを王妃がいめ、王妃自ら騎士の額に接吻する。シュトラウスの音楽は好評を博したが、肝心な台本がありきたりすぎて、あまりに切烈なものだった。王が家臣の妻の額に接吻し、家臣が王妃の額に接吻して一死報いようとする騒動が延々と続くだけの、このオペラが成功するはずがなかった。 2月5日の第7回公演をもって、ウィーン宮廷歌劇場での上演は、打ち切りとなる。それによって、シュトラウスは多額の借材を抱えることになり、その後は、同オペラのプラハ上演に向けて奔走することになる。しかし、プラハでもやはり成功せず、3年にもわたって、作曲された、このオペラは、わずか9回上演されただけでお蔵入りとなってしまった。批評家。 エドアルト・ハンスリックは、オペラそのものへの言及はほとんどなしに、第三幕のバレエは、スコアの中でひときわ輝く手法であり、今日では、彼が最も効果的なバレエを書くことができる、唯一の作曲家であると述べ、劇中のバレエ音楽を称賛している。なお、ハンスリックのこの批評にシュトラウスは激怒し、翌2月のコンコルディア舞踏会にて、ポルカマズルカ、 公平な批評作品442を発表し、ハンスリックへの強烈な抗議を行った。この時点のシュトラウスは、バレエ音楽に嫌悪感を抱いており、その作曲に手を染めるつもりは、毛頭なかったのである。オペラそのものは失敗だったが、第三幕で演奏されるチャールダーシュは、傑作と評価され、キシッパズマンのチャールダーシュとして、オペラと同様に441の作品番号が、 付されている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートに登場した際の情報は以下の一覧を参照。過去の演奏一覧。ありがとうございます。